本当20代僕たちに月曜日は来るのか。こんばんは。27日ですよね。12月27日10時見ている人はどれぐらいいるんだろう。皆さんも実家かわからないですけど、本村20代始まりました。柴犬はもういなくなったのでヘルメです。よろしくお願いします。で、今日は一人でやっていくのかと思いきや、今日はですね、前回の放送で2015年の振り返りハイライト特集をやったと思うんですけど、最後に回としてここすごい良かったなみたいな最終回じゃねえや、回があって、それをこう紹介するギリギリで終わって続きは来週みたいな感じの今日になってると思うんですけど、それをね紹介しつつ、その回を引き継いで今日は2時間やっていければなという、忘年会特番となっております。で、今日はですね、忘年会ということで、2015年に、これが45回目ですから、出演していただいた数々の、ゲストたちにお集まりいただいております。わーわーってなってる。はい、そちらです。こんばんは。こんばんは。元気ですか？元気です。あれ、どっち映ってます？こっち。あ、こっち。ということで、今日は忘年会ということで、これまでのメンバーにお集まりいただき、こっちはこっちで忘年会をして楽しんでいただきながら、僕は2時間ずっと収録するという感じになっておりますけど、そんな感じになっております。ちょっとじゃあこれカメラ寄ることって可能ですか？このオードブル映してもいいですか？これ今日ちなみに最初にちょっとお時間の関係で紹介しておきたいんですけど、このオードブルこれどう？美味しそうっていう感じの声聞いてもいい？美味しそう。はい、今日はですね、ミートイートさんにちょっと今日うちらさんに、オードブル提供いただいております。じゃあうちらさんちょっと来てもらっていいですか？お邪魔します。すいません。こんばんは。皆さんこんばんは。皆さんはじめまして。こんばんは。今日はうちらさんにお願いしているので、はい、でうちらさんちょっと時間の関係でね、っていうのもありつつ、はい、またでも本送ね、来年ね、出てもらって、マジか、普通にね、通常の方で、ね、これは放送になっちゃいましたね。あ、これはまあちょっとそうそう、大丈夫です。あ、大丈夫、もちろんもちろんもちろん、大丈夫大丈夫、これはまあね、来年普通に出てもらうとして、ちょっと最初に紹介なんですけど、うちらさん、はいはい、フードドリンクユニットの、うちらと申します。はい、フードドリンクユニット。ご飯とか、飲み物とかを使ってその空間を美味しくて楽しいものにしちゃおうってことをコンセプトに活動してます。で、ケータリングとかをイベントでしてることが割と多いんですけど、イベント開いたりワークショップみたいなこともしつつ、全国各地の農家さんを練り歩いてるという、はい、全国各地の農家さん、はい、そうですよ。で、農家を難化してまってるんですよ。なんかせっかくなら、そう、うん、使ってる今いろんなご飯を作ってるんですけど、このご飯も自分たちが知ってる人のものを直接使って提供したいみたいなところがあって、で、自分たちがこの農家めっちゃかっこいいとか、やばいねこの人みたいなね、ガチイケメンとかいるでしょ。そうそうそう、あとガチ小学校生とかいるでしょ。で、こういい感じなんです。そうそう、いい感じだし、顔もガチイケメンで、汗も素敵みたいな、仮面ライダーびっくりみたいな感じの仮面ライダー出れるんじゃないかみたいな。探してます。なるほど、探してます。ちなみに今日はじゃあその農家さんのものとか使ったりした感じの、はい
感じですか。ちょっとじゃあ簡単にメニューだけちょっと今日紹介してもらって、はい、で、うちらさんでなんか調べたら頼みたい人はもう連絡すればいい、ぜひぜひ、こんなうるさい私たちが参りますよという感じですね。 Facebook ページで割と、あ、Facebook ページでね、 Facebook ページで割とちゃんと更新して、うちらさんと、はい、割とちゃんと、はい、ちょっとじゃあ今日はざっくり、今日はあ、ちょっとカメラ寄ったら説明な感じ、あの、お料理の方がいいですね、はい、お料理に寄ってもらって、今日はクリスマス近いのでクリスマスメインにしま、あ、メニューにしました。今日メインが、鶏塩豚のグリルと根菜のグリルと、あとイカとアサリのアクアパッツァがメインですね。で、サラダは、先月に滋賀の農家さんたちのところにそれこそミートイートに行ってきて、でそこで仲良くなったトマツさんっていう有機農法をやってる農家さんから仕入れたお野菜を使ったサラダですね。とあとはカブのグラッセとくるみと人参のマリネと、あとカブの葉っぱ の、 あのピーナッツバターへを作りました。あと あっちにもスープもあの中に入ってる野菜も滋賀の農家さんも使ってるので、はい、野菜いっぱいですね。ぜひぜひ、はい、ぜひぜひいっぱい食べてもらって。はい、それ注目ですね、これ。はい、これ注目の、はい、寄ってください。はい、この、はい、注目です。はい、こちらですね。はい、よく気づいてくれました。これですよ、これこれ。はい、これいいですか？この、この恐竜のような。はい、大丈夫、こっち大丈夫ですか？いいですか？はい、これ、はい、これロマネスコっていうカリフラワーの種類なんですけど、これも今日朝届いたばっかりなんですよ、滋賀の。はい、なんで新鮮ですよ。はい、ロマネスコです。OK ですか？はい、せーの。ロマネスコ。あ、いい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。はい、いいロマネスコでした。取ってたんですね。はい、あ、そうです、そうです、ちょっと。はい、リンゴの、あれ、青森のリンゴと、紅玉とサンフジのミックスの、あのやつをコンポートにしたものを挟んだパイのデザートですね。もう、食べたいね。はい、以上ですね。はい。食べたくなってきた。いや、ありがとうございます。ありがとうございます。もう、このままじゃあ、乾杯もしたいし、そうですね、ちょっとじゃあ乾杯しましょう。じゃあ、うちらさんもなんか一杯飲んで、エアでいきますか、エアでいきますか、じゃあ今日は本尊20代忘年会ということで、途中でね、僕は収録してるのでたまに呼びますけど、こっちはこっちで自由にやっちゃってください。じゃあ、あ、こっちは盛り上がっちゃってもいいよ。大丈夫、うん、ボリューム小さめならうわうわみたいな盛り上がり方でお願いしていいかな。じゃあ、そんな感じで、2015年も終わりですが、なんお疲れ様でしたっていうの、俺あんま忘年会誘われないからさ誘ったやん。そう、はい、じゃあ2015年も終わりに差し掛かってますが、まあ、ここでまた交流も深め来年も楽しんでいきましょう。乾杯、はい、はい、ありがとうございました。じゃあということで、今日は忘年会やっていきたいと思うんですが、ちょっと今日はですね、この後あ、これここでいいですよね。あ、こっち背景の方がいいですか。この後にまあ、ちょっと会として一番良かった2015年の大賞のところを、まあ、ハイライトとしてお送りしますが、それをそこで話されていることを今日一貫してテーマで2時間送っていきたいと思います。でですね、ちょっともう盛り上がっちゃってんだ。最初にじゃあちょっと自己紹介だけをみんなにしてほしいので、自己紹介してもらいます。はい、今日自己紹介の時間、はい、簡単に、あ、あっちだよ、映ってますか、大丈夫ですか。あ、こっち、こっちだよね、うん、ダウニーです、渡辺裕太って言います。ライターやりながら小説書いてます。お願いします。2回ぐらい出た。あ、2回出ました。はい、覚えてるでしょ。よろしくお願いします。こんばんは、せんとくんです。本名は谷口裕太です。優しく太いと書いて名前の通りに育ってるとよく言われます。学生です。野球好きです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、みんな拍手あとがなんかいい感じだ。ひろで、はい、泉くん何回も泉くん
2回ぐらいで、2回出させてもらいました。はい、もういいの？いいよ。いいですか？はい、泉博之と申します。和泉と書いて泉です。職業はワークショップのデザインとファシリテーションをして、今フリーランスで一人でやっております。はい、はい、そんな感じで出てる、ね、はい、2回やってます。あのホームページ見ていただければ泉くんの、泉くんね、はい、はい、よろしくお願いします。今日はありがとうございます。皆さん1年間お疲れ様でした。竹内秀幸と申します。今はですね、ちょっと準備期間ということで、もう主に主婦してますね。あ、そうなの。いいね。料理の勉強しながら主婦してます。あ、もう一環ですね。一環ですね、その一環。あ、一環、うん、いいね。です。今年度もお世話になりました。来年度も皆さんの幸せが訪れることをお祈りしております。めちゃ丁寧で。じゃあ竹ちゃん、今日よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、ベベ、よかった。間に合って。うん。ベベもね、2回ぐらい出てるね。あ、1回じゃない？嘘。多分1回だと思う。それ第4回だよ。うん。結構前よ、俺ここ来たの。第4回って言ったら3月だよ。うん。寒かった。あれ？マジ？うん、あ、うん、はい。うん、これ何言えばいいんだっけ？自己紹介。自己紹介。あ、うん、ベベと言います。何を話せばいいんだろうね。ヘルメとは昔あの大学で大学院で一緒で。前1回出させてもらいました。皆さん良いお年を。何やってる普段。何普段。普段は同窓会の研究をずっとやってました。大学院で、まだ大院生をやっています。あ、博士の D、 あ、ドクターの1年ですね。来年2年になります。うん、これでいい。いいよ。同窓会の詳しい研究については、やっぱあの、うん、第4回見てもらうとね、ちょっと喋ってるね。そうね、また回を改めて。だし、そうだね、あの、聞いてもらえれば分かるかと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。同窓会の研究、みんな気になってる。あの、盛り上がったらこっち喋ってね。あ、バチバチバチ。はい、あ、こう言ってんだけど、虚空です。そう、今日真っ黒かぶってんのね、色。あ、北川真希です。こんばんは。こんばんは。多分あの、うん、デモクラ見てる方は、あのデモクラ機構の方でも、そうですね、うん、ちょっとお休みしてますけど最近。そうね、柴系はもうその機構っていうか、移住しちゃった。移住しちゃったけど、改めてアイルランドでまたデモクラ機構っていう各国のデモクラシーのあり方を、うん、旅するように辿っていく番組をやっています。そういうのやってます。で、1回2回ぐらいこの番組出させてもらいました。普段はどんなこと？普段は映像関係の会社に勤めてます。はい、イエーイ。なんだそれ。あ、よろしくお願いします。あの、女性まだあの、はい、今日来る予定なので。あ、よかったです。ご安心を。はい、はい。キヨはね、僕はあの戦争の会特別番組 で、ね、出てくれるっていう。そう、はい、あ、はい、すいません。こんにちは、キヨナリユエチことキヨと言います。よろしくお願いしま す。そうですね、普通の会社員で、でも普通ではないかもしれないけど、まあ、あの企業の中の場作りとかですね、リーダーシップ開発とか、なんかそういう人が幸せに生きるっていうところ、なんか日常生活の中で、仕事の中で実現していくっていうのをやっております。いいね。そんな感じです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、次は、はい、こんばんは。こんばんは。あ、自己紹介ですね。はい、古瀬正也と言います。麻婆と呼んでください。ありがとうございます。普段はファシリテーターをやっております。はい。うんうん。ワークショップやってる人多いね、ここ。そうだね。なんかね、そういうメンバーが集まっているみたいですね。はい。他にあんまり言うことないな。普段は、ファシリテーターやってます。あと太陽浴びてます。あとで説明するわ。じゃあよろしくお願いします。お願いします。はい、たけたけ、こんばんは。こんばんは。たけしです。まあ、僕も一回な、そうだそうだわ、そう、俺の特番で、その戦争の特番で、たけしの会に一緒になったらイレギュラーでね、安保法案かなんかがやってね、そう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 、それで伺ったことがあるぐらいです。で、普段は会社員、普
普通の会社員です。はい、以上。大丈夫。本業は本業。本業、あ、本業はやめとくか。本業はじゃあ、こっちで話してください。よろしくお願いします。はい、こんばんは。こんばんは。岡部大地と言います。今は総合診療医と、医者をやってます。2回ぐらい出たかな。うん、2回出てくれて、はい、2回出させてもらいました。ハイライトの方でも取り上げさせていただいております。あ、本当にありがとう。はい、ありがとうございます。メモリフトの、そのくだりね。そうそうそう、いるからね。いや、そう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 、あれは本当にいいね。いいです。最近の流行りは、バックジョイ。これがまたいいんですよ。これまたじゃあ来年も呼ばないとダメだね。すぐちょっとバックジョイ紹介してもらったら、そんな感じで、ヘルスケアを、病気になる前に、予防するというのをやってます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ今日は、はい、今日はこんなね、メンバーでやっていくんですけど、みんないっぺんに出れないので、基本的に順番に呼んでいく感じになるので、もしかしたらこの一瞬が最後になる方もいるかもしれないんですが、人数の関係で、やっていきたいと思います。じゃあちょっとあちらにカメラを戻して、今日の戻していいですか。一体、皆さん来ていただいておりますが、今日は忘年会特番となっています。で、事前にちょっと告知なども少しさせていただいたりしているんですが、ちょっと改めて、告知させていただいて、ちょっと今日はですね、これですね、ちょっと先に書いとけという話ですが、前回の放送を多分ハイライトで見てくださっている方は、最後の最後で、うわ、最後一番印象に残ってた回なんやねんみたいな、2015年どの番組やねん、どの部分みたいな感じで終わっていると思うのですが、そのテーマがそのまま引き継いでるんですが、今日はこちらになります。本総自重代、ちょっと遅かったですけどね、2015年忘年会、僕たちの幸福についてということでしてね、本総でもそうですけど、社会だったり政治だったり、皆さんとか、僕もそうですけど、目の前の仕事とか、あとは家族だったり、生きていて考えないといけないことは、これたくさんあるんですけど、この2015年の1年の間でも、いっぱい多分たくさん考えてきていると思うし、そうだからこそ、こうやって2015年の暮れを迎えられてると思うので、今日ぐらいはちょっとこの2時間、もう2時間じゃだいぶなくなってきてますけど、1時間半ぐらいですね、自分の人生を、自分のものとしてどう送りたいかって考えた時に、何が幸せなんだろう、何してる時幸せなんだろうっていう、自分の幸せ、僕たちの幸福についてちょっと話したいというところで、今日の忘年会やっていこうと思っております。はい、前置きがかなりロングになっておりますが、じゃあ、改めてスタートでですね、で、今日はこんな、これ今日来ている方に、書いてもらいました。何している瞬間、どんな時が自分にとって、幸せな瞬間、心地よく感じる瞬間なんでしょうっていうことを書いてもらってます。で、今日はマンダラ、見てる人は分かるんですけど、マンダラトーク方式でこれ聞きたいと思ったのを僕が当てます。で、その人に出てきてもらう、話してもらう、でしたら今度その人が聞きたいのを当ててもらって、今度2人で新しく来た人のを聞くっていうのを、こう、ライオンだよね、あれなんだっけ、昼やってるやつ、笑っていいともじゃなくて、堺正明のなんだっけ、何が出るかなみたいな、あれみたいな感じですけど、やっていきたいと思いますということで、じゃあちょっと僕ちゃんと見てないので、いやー、ちょっと気になるの2つあるんだけどな、どうしようかな、これだな、
じゃあ1つ目いきます。自分が自分に所属していない時間。うわいやどうも、どうも新年明けまして、明けちゃくせですね、お世話になっております。もう本当にあどうぞどうぞどうぞ、こっちこっち。いやたけちゃんだった。これでしたね、これ。いやちょっとじゃあ、すみません、すみません。あ、じゃあ改めて簡単に、はい、さっきも自己紹介したけど、あ、自己紹介プラス、はい、竹内秀幸と申します。竹ちゃんと呼んでください。ですね、今ちょっと僕は飲食店をソーダやりたくてですね、今料理の勉強しながらというところの身なんですけども、まあ、前回お話をさせていただいた続きだよね、うん、そうです、さっきでしたねそう、本当にさっきのさっきっていう感じなんですけど、ちょっとあ、もうこれ話しちゃっていい感じですか。うん、そうですね、僕が幸せな瞬間って、前回そのお花とかすごい綺麗なものに触れている瞬間とか、そういうものを言ってたかなと思うんですけど、翻ってちょっといろいろ考えてみまして、僕いろいろあったんですけど、とりあえず結婚しまして、あ、結婚して、あ、おめでとうございます。結婚してとすごく、あ、はい、ありがとうございます。いろいろとすごい価値観の変化が訪れたんですよ、自分の中に。ほう、価値観の変化。そう、価値観がすごく変わりまして、そう、もちろん自分一人の命が自分だけの命ではなくなるみたいなところとかたくさんあったんですけど、なんかそんなこととかもいろいろと考えて、自分が幸せな瞬間って本質的に幸せな時何なんだろうって思った時なんですけど、それがまあ自分の中ではこれだったんですよね。自分が自分に所属していない時間、なんかすごい自分が自分から手放されている時間とか、そういう時にものすごく幸せを感じるなって思いました。なんかいつか話してたあの海の話とかもそうなんですけど、海にいた時に踊ってしまったみたいな瞬間って、完全に自分が自分ではなくって他のところに完全に解き放たれてるような時間だったなと思ったんですね。あとそれこそ絵を描いてる瞬間とかもそうですし、自分っていうものがそのキャンバスとか絵の具とかっていうものに全部放たれていて、自分っていうこの箱の中にいないような瞬間かなって思ってました。あともう一つ、それこそ結婚したっていう話なんですけど、結婚した時に僕の中で自分の命が多分妻の幸せよりも軽くなったというか、妻の幸せの方が僕の命より重くなった瞬間がなんかあったなと思っていて、そういう時何なんだろう、そういう時僕すごく幸せを感じるんですね。なんかその幸せ何なんだろうなって思うと、自分っていうものがやっぱりそこ、自分自身じゃなくて向こうに解き放たれている、そんな時ってやっぱり概して幸せだなって僕自身思ってましたね。うん、というのがちょっといろいろと前回の放送からあった変化等々を加えてって感じですそうか、前回の放送とつながってるんだね、うん、でもね、あ、でもそう、本質的にはつながってるなって思ってて、ただ自分の中で何なんだろうって思ってて、海にああいう風に踊ってしまってる瞬間とか、絵を描いてる瞬間ってなんで幸せなのかなって思ってた中で、共通項じゃないけど本質的にあるのって自分っていうものがないんだなって思ったのが最近の僕です。面白いね。そんな感じです。自分が自分に所属してない時間か、うん、ちょっとカッコつけすぎかなと思いますけどちょっと恥ずかしいねいや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 、最近もあった。最近はでも、最近そう、それこそ2人で、あの夫婦でいる時間とかで、やっぱり向こうが何か病気したりとか苦しんでたりとかいう時に何かをしてあげれてる瞬間とか、あとまあ一緒に何かをしていて向こうがすごく喜んでくれてる瞬間に、もう自分なんかもどうでもよくなるぐらい嬉しくなるんですよね。なんか最近はそれは結構多いかなと。あと、それこそ海に行った時の話じゃないけど、屋久島にこの間行きまして、あの縄文杉のところに行って、あの白星雲水峡っていう、あれ知らない雲水峡かな、忘れた、あの物のけ姫の森って呼ばれるところがあるんですけど、そこに行った時にもうすごいんですよね、空気が全然違くって、ものすごくなんかその原始的な力みたいな感じた瞬間があったんですよ。でそこに行った時に自分をすごく解き放れた感覚があって、あの時とかはもう変えがたいぐらい幸せだったなって思いますね。なるほどな。いやそういう時間、
なるほどな。あった最近。ないな。ないな。なんか本当にすごい人それぞれだと思うんだけど、自分の中ではそうだったなっていうのが最近の思いですね。なるほどね。なるほどね。花は描いてるんですか？あ、花、そう、それがあんまり描いてないんですよ。おーおー、なんでかわかんないけど描く気が全然しなくなってしまって、何なんだろうなって。あ、もうこれも全然違う話になるんですけど、本装っぽいな。確かに。よくなんか友達で写真家の友達がいるんですけど、なんで写真撮んのとか、なんであの同じ描きの友達とかで絵描くのとかっていう話をした時に、なんか記録をするっていう行動がなんかそもそも本質にあるよねっていうことを言っていて、で記憶をすることの意味って意義って何なんだろうって、多分人それぞれ違うんですけど、僕の場合自分の中のすごい大切な存在とか、誰か誰でもいいけど自分の気持ちを分かってほしい、感覚を分かってほしいっていう瞬間に記録っていうものに対するモチベーションが出てくるんだなって思っていて、多分僕今それ必要なくなっちゃったんだなって思って、何をするに今自分の中ではすごい大切な人と一緒にいてしまっているから、まあ多分分かんない、10年後何言ってるか全然分かんないけど、で今の自分ではなんかそうかなって思ってて、だから今の自分にはあんまり絵を描く、絵を描いてその美しさを誰かに伝えるっていうモチベーションが湧かなくなったのかなっていう勝手な自己分析でした。いや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 、なるほどね。いやなるほどね。いやなるほどね。なるほど多くない？非常に。いやなんか、なるほどね。いやなんかこういろいろ思うところがありつつ。書こうと思ってもすごく書けなくって、あれ何なんだろうっていう、それこそ絵を描く瞬間に没入するみたいなものがなくって、これは何なんだみたいなことを思ってたんですよ。で、まあ、その時に思ったのが、まあ、僕の中ではそこだったなっていう。いやいやなるほどね。いやーなんかなるほどな、なんかなるほどね。いやなんかさ、すごいなんか、いやいいね。いいかな、わかんないな。なるほどね。いやなるほどね。まあでもいやなんか、なんつうんだろう、これ俺の話していいのか自分で決めてよく分かってないんだけど。いいと思う、すごくいいと思う。なんかその、あ、時間もねありますよね。あ、まあ、いやなんかその、そうなんつうの、なんて言うんだろう、その、そうなんか俺はさ、なんかもう現実から逃げちゃうタイプだからさ、なんかこうすぐ現実から逃げて全然関係ないスピノザの本とかをめっちゃ読み始めて、あ、これやってる場合じゃないなっつって、なんか現実になんかこう戻るみたいな、なんかこう自分の楽しいと思ってたことをやってるけどなんかこう違うなってなってきて戻るみたいなことがなんか何回かそういう感覚に襲われたことがあって、あ、自分そういうこと、こういう瞬こういう感覚かな、なんかそのそうそう、なんていうんだろう、その絵描く、わかんない、その、自分にとっての趣味に没頭できなくて、なんか違う方向に行かないといけないっていう風ななってる時とかってなんかあるなと思って、なんか、あ、でもそれじゃあんま違う話かな。でもどうだろう、なんかすごく好きだったものがふと離れた瞬間って逆にその自分の幸せを見つけるいい契機なのかなって、なんか僕自身は結構思っちゃったりしたから、もしかすると昔そうやってすっごい好きだったものがふとした瞬間にそうやってなんか、あ、いけないっていう風に思うって、なんかその奥にもう一個あったりするのかなって、ふと。いやこれやばいね、ミスった。
これ無限にずっと話したくなるこれ。これ一番取りが良かったね。まあちょっとこれぐらいにしときます。じゃこれぐらいにしとこうか。ちょっと一旦またご機会をいただければ来年また、そうだね、やっぱだからまた来年もね、じゃあ、じゃあ新年もどうぞ、はい、よろしくよろしくお願いいたします。ぜひまたあのゲストでまた2時間じっくりいつでもぜひぜひお話しさせてください。じゃそんな感じで今度は終わると思いきやたけちゃんに選んでもらって一緒に聞くという。なんか僕すごい気になっちゃうのがその狭いところにいる時っていう、うん、瞬間が僕気になっちゃいますね。わかるって思って次のたけちゃん、あ、たけちゃん選んだのは狭いところにいる時。はい、え、たけちゃんちなみに なんでえ、なんか僕自身もなんかわかるなっていうふうに思ったのと、この時の気持ちってどういう気持ち、なんか本質的に何のここにいる瞬間って本質的に何が幸せなのかなっていうことがすごく気になっちゃったなって思いました。じゃあ、あ、じゃあさけちゃんご心ずれてベベでした。こんにちは、どうもごめん、なんかなんでなんでいや、ちょっとすごいちゃんとした感じだったなんでなんでいや、俺すげえ反省しかないそう、すごい気になるそれ。あ、本当ですか。じゃあちょっと改めてちょっと簡単な自己紹介だけしてちょっと、はい、お願いしていいですか。はい、ベベと言います、まあ、本名は阿部浩二というんですが、大学院で、心理学の研究をしてまして、以前いつ何月あれ、あね、4回だったらねもう3月だね。あ、3月、3月の頭だったと思う。いろいろ変わったね。でもあれからね去年の今年の2月3月、俺まだあの時だって早稲田じゃないもん。あ、青学、青学だったもん多分所属はね。まあ、あのそれであの心理学の研究をしております。はい、狭いところにいるとき、狭いところにいるとき、どういう状況ですかこれ、これでも意外と僕自分にとっては本質的かなって思ってて、ベッドの隅っことかなんか、うん、結構だから暗くて狭いところとかはすごい好きなんですよ。でそういうところに収まっていたいって思って、で逆に考えてもういやもうちゃんとこれ充電に主張した方がいいと思うんですけど、ここまで書いちゃったら明るいとこにこんな大っぴらにいるの人間ぐらいじゃない。猫ってすごい狭いとこ行くでしょ。まあ飼いならされてる猫とか、なんかあんまりさそんな堂々とさ、やっぱちゃんとさ自分絶対的に自分がどっかに関係できる場所なんですよ僕にとって。その狭いところとか隅っことかって何かにずっと触れられるところっていうふうに思ってて、そういう意味で僕人と関わるのもすごい好きなの。好きは好きだけど、俺いつもその酔っ払ってるね俺いつもその遊び行くじゃん友達と、飲み行ったりとか、帰り際すごい嫌なの、もう一軒行くよみたいないう感じで。でも絶対そのさ絶対解散があるじゃない、そうね、ベッド最高よ。そういう意味でずっとかなり安定感がある。ベッドの隅っことか絶対自分と関係し続けられるというか、少なくとも俺が死ぬよりも長く存在し続けられるじゃない、ものとして。すごい安定感のあるものだと思うんですよ、ものとか動物とか自然とかね。今年も僕は四万十川っていうところに行ってですね、ずっと5時間ぐらいサイクル座りしてるってことしてたんですけど自然とかってだから安定感すごいあるじゃない、ずっと関わり続けられる。俺が多分死んでもずっとある、し、絶対裏切らない、人間関係裏切るわけじゃないんだけど、やっぱどっかで切れるじゃん、どっかで切れ、やっぱどっかで繋がってるのが多分好きだなと思う。なんかどっかとなんか接してたいというか、触れてることが多分幸せ、そう、だから狭いところとかってやっぱすごいやっぱ密着感あるし、狭いなんかあのなんだろうな、なんだろうね、なんだろうこれ、
単純にやっぱ勇気になってるとさ、安定感ある、まあ、安定感はあるね。落ち着くっていうかね、そう、自分が自分に所属してない時間とかで、俺所属してたいもんだって、やっぱなんかで、なんかであるって言われてたい、人なんかどう、なんか壁でもいいし動物でもいいしベッドでもいいんだけど、一人じゃない感じがやっぱ多分、大事なんじゃないのかな。これだから狭いところなんですけど、そういう、狭いところにいると、こうなんていうの、自分が関係してるなってことがこうより愚直に分かるからみたいな感じ、そう靴だけじゃん、立ってたら、靴と床だけじゃん、それが側面とこの上腕二頭筋とか全部が何かに触れてるっていう状態ってあんまなくない、考えてみたら。立ってる、まあでも寝てるから結構長いと思うけど、日常生活してたら意外に触れてないことの方が多い、ほんまに触れてるって幸せなんじゃない、わかんない、今いや頑張った、頑張った、ごめん、いやあ、頑張って、でもいや、でもあれわかるか、俺ね、満員電車で、委ねる、満員電車でなんか委ねると、もうなんていうか、まあこれにも関係するかもしれないけど、なんかもう意地張んないの、もう俺ので、なんかもうなんか密着しまくるみたいな、さすがままみたいな。でも委ね感は近い、だから自分が頑張んなくても存在できるところが多分いいんだと思う、なんかビシッて、よくないね。いや絶対いろんな人にお前の性癖とかが現れてるとか言われる。そう、なるほどね、だからそういう意味で人と関わってる時も、関わってる時は幸せよ、でもその後結構寂しくなるから、あれだけど、そんな感じだって。趣深いですね。そうそう、趣があるってよかったです。所属したいってごめん聞いてなかったんだけど、これどういう感じだったの？繰り返していい、これダメ？いやいやいや、繰り返しちゃった。なんかね、最近ね、読者の所詮はその奥さんと。あ、そうなんです。僕自身が何かに向かって解き放たれてる瞬間、すごい好きな自然、気持ちいい自然の場所にいたりとか。なんか自分よりも誰かが大事になった瞬間とか、自分っていうものがその何かの対象に向かって放たれていて、自分っていうものがこの箱の中から出てる瞬間っていうのが僕的にはすごく幸せな瞬間だなって思ってたんですよ。なるほど、対照的な感じが、そう、なんかそう面白いなって思ってたから、確かに自分であらんとするところにすごく幸せを感じる一方でみたいな。確かに、自分、あ、そっか、でも結構日常大変ですか、やっぱ。じゃあ結構所属してなきゃいけないじゃないですか。めちゃくちゃ大変。ああ。生きづらいもん。そうだよね。すごく生きづらいなって思う。そう、だから上でもすごいみんな裏切るから、まあ、だから逆に所属したいのに結構だって極端な話、本当時間で区切られるじゃん、所属って。大学生が3月31日12時23時59秒過ぎたら、もう誰でもなくなっちゃうわけでしょ、所属じゃないって、でその瞬間ものすごい冷たくなる人もいるわけじゃない、きっと。いや、あなたはもう学生じゃないですから、ね、まあね、自分でやってください、その人に対して冷たくなる、っていうので、その所属してすごい、逆に言うとその所属させてもらえないこととかって結構あるよね、所属したくてもね。わかんない、俺だからフリーランスの人とかすごいなと思う。俺だからもう無理だもん、絶対あんなの。皆さんやってるかもしれないからなんかあれかもしれないけど。いや、まあそうだね。ね、だって自分で私は誰かにとって必要だって言わなきゃいけないっていう風に。そうだね。うん、もうすごいベッド入ると思う、だって。安心する。安心するっつって。そんなだって大変じゃない。いやでもね、俺もね、なんかたまにベッド入っちゃう。ベッドは入っちゃう。ベッド入っちゃう。そっか。そうね、必要。そうね、自分は必要。そう、なんか。だからもう言ってることはでも分かるは分かる。その解放感もきっとあるんだろうというのも分かるんだけど、なんか戻りたくなっちゃうよなっていうのもまあまあ。
ような気はする。戻っている時の方が意外に幸せなんじゃないかなとか。あ、そうかもしれない、それもすごくわかるわ。僕地元の話とかよく研究してるんですけど、やっぱ地元ってそういうもんかなみたいなね。うん、そうです。そこに少なくとも所属してるもんね、生まれ故郷であるっていう場所に。そうね、そこの面倒くささとかもすごいよくわかるんですけど僕は、うん、もう本当に関わりたくないなみたいな人もいるし、うんうん、正直今見てるかもしれないから、ね、言われてほしいけど、うん、でもやっぱ絶対的に僕が生まれた場所って、うん、ものすごい安定感がある。うこの間昼飯飲みながらそんな話もしたけど、ね、いやなんか面白いね。で面白いし、これそうですよね、あの次に行けと言う。いやこれね、これねこれやばいね、これこれミスター、これだから一個一個40分ぐらい持つ時間一回一回やってよかったね。ねえ、ちょっとなるほどね。まあでもいいいい勉強になります。でも狭いところいるね。面白かった。あるね、じゃあタケちゃんここありがとう。あ、じゃあここまで、うん、どうでした、ちなみに最後ベベのお話は。いやもうすげえわかるなと思ったんですよ。なんかある種自分がごまかしてる感覚をすごい直に言われた感じがしていてなんかごめんみたいな。逆に俺もごめんですか。そんなしょうもないこと。いやでもすごい、うん、素敵なことだなと思いました。両方とも多分僕にとって変な話、両方とも大事なことなんだけど、あ、うんうん、両方ともなんか目をそらさずに大事にしていかなきゃなって、うん、すごいそんな風に次の年は思うと思います。ありがとうございます。いい、なんかよいいかいいかいいかいいセンスしてんだと思う。これ選んだ。じゃあベベ、あベベずれてずれて、じゃあ、はい、うん、これ指定に、うん、あ、じゃあこれ向こうに向こうにしましょうか。あ、ごめん。じゃあタケちゃんありがとう。あのまた来年もというのと引き続き忘年会を、うん、倒れると危ないんでね、マイキー勉強したけど、うん、久しぶりな方向、うん、いいね、うん、あ、ベベ、あのね、1個選ぶの。あ、そういうシステム。そうそうそう。じゃあね、マイク踏まないように、うん、待てよ、ちょっと、あ、すいません、うん、あ、ちょっと返して。いや、俺をぜひ選びたいのが一つある。ああ、ぜひある、一つ。あのね、うん、いやほらあれでしょ、俺ねそのさ狭いところでいる時とか、うん、まああるわけよ、ね、あったね。多分面白いだろうと思うこと書くじゃん、うん、これ書いたら比較的面白そうだろうみたいな、うんうん、一つだけさ、これすごい真面目じゃない。ちょっとアップしてアップして。これすごい真面目じゃない。なるほど。え、これ、うん、一つのことに集中している時、それ以外何も考えてない時、これすごい真面目じゃない、うん、だってそういうのさ、うん、こういうのの方が俺今は来る。来る。いや興味深いのあるよ、いろいろ。でもやっぱいろいろ、ね、ここでこれを書くっていうのに俺は本当に賞賛を送りたい。オッケー。じゃあ登場してもらいましょう、書いた方。あ、じゃあ真ん中にしよう。はい、うん、いやいや、真ん中。じゃあ、じゃあ映っちゃうね、ごめんね。一つのことに集中しているとき、うん、はい、書いたのは、はい、たけしです。すみません、ちょっとこっち向いたの。向こう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 。いや、まあ、まあ、普通でいいわ。そう、なんか突き、うん、これでいいの。あ、大丈夫。あ、下向いてるけど、まあ、ちょっと、あ、そうだ、あ、こっちにあった方がいいかな。なんか、ね、なんか月並みなことを書いてしまったな。いやいやいや、思ったここでこれを書く瞬間っていうのがもう、なんか、いや、すごい真面目に考えた。やっぱりすげえ真面目に考えた。うん、あのいろいろ、まあ、いくつかあったんですけど、うん、あのそれ以外何も考えていない時って本当は書きたかったの。ああ、下のこの括弧の、うん、何も考えてない時、そう、それ以外、その、うん、どっちかっていうとそういうイメージで、うん、ほう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 。あ、でもだから自分が好きなこととか、あ、そういうことを考えてるときはそれ以外何も考えていないじゃないですか、うんうん、それだと本当に幸せだなと。最近何かありました、うん、僕もう自分があのその一つのことに集中できるのも限られてて、うんうん、本読んでるとき、まあ、文学とか、うん、文学、音楽、あと麻雀。文学、音楽、麻雀。芸術っぽいことを考えてるときとか、
そういうのを話してる時とか、うん、人友達とかね、うん、とか、うん、で、あと麻雀を一生懸命やってる時だね、うんうん、はもうそれに集中してる、うん、だその3つが基本的には持ってますわ、うんうん、すいません、なるほどね、そうそうそう、そうこれが一番幸せな瞬間、その例えば本とか絵とか映画とかの話してる時、うん、自分が好きなは、うんうん、あでも、うん、分かるかも、楽しくてしょう、同じかも、うん、狭いと狭いと同じ、いやでもめっちゃ分かるもん俺、狭いところに、マジ、そうそうだってもう絶対安定なものがあるから、そこだけと関係で俺生きていけるえそういう、分かんない、分かんないけどね、あの閉ざされた空間にいる時っていうとも書こうと思った、うん、あちょっとわかる、なるほどね、あ一つのそれ以外何も考えてないっていうのが、そう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 、自分の世界にいるとかもちょっと幸せとつながってたりするじゃないですか、うん、あそうそうそう、だから僕男3人兄弟なんですけど、うん、部屋とかないわけよ自分の、あそうなんだ、だからさ自分の部屋とかすごい欲しかったね、そういう意味で、俺もそうやった。三人兄弟。あ本当。自分の部屋なかった。自分の部屋なかった。怖いね。自分の部屋なかった。うん、マジ、うん。だから、そうね。もうすごい大親友と二人でいる時とか楽しいでしょ。うん、まあもうすごい、まあ、相手が女性でもいいです。うん、好きな恋人とか。は そ, うですね、それその空間は尊いわけじゃない、うんうん、だからそういうが自分の世界に浸ってるとかさ、うんうん、だからそういうイメージが強いから、うん、幸せっていうと、うんうん、ですね、結構かっちり区切る系の、うん、区切る系、区切る所属とかさ、ガチッとガチッと区切る所属、うん、なんだろうね、世界、世界区切る系と世界、さっき世界開放系の人がいて、うん、うん、あ世界開放系、自分多分だからバーって自然とかでそういう広開かれてるみたいな、所属してない感とか言って、うん、言ってたね、さっきね、うん、そうそうそう、うん、っていうこと、でもさ、その自然の中にいる時っていうのは、その自分と、うん、この世界がつながってるって感覚、その自然がつながってるって感覚でしょ、うん、あ、それはわかるね、うん、それはなんかもう広がるって言ってもいいと思うけど、うんうん、自分の中にあるもなんか捉えてるものとしてそんなに、うん、なんていうの、広がりがあるものっていう感じではない、俺がだから海とかぼーっと見てもいい、いい自然の中にいたとしても、うん、確かになんか自分と自然がリンクしてるっていうだけだって、広がりっていうイメージではないかな、うん、リンクっていいね、うん、リンク感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 、それはなんか閉じ込められた世界なわけ、うん、自分っていうと世界と自然との世界っていう閉じられた空間っていうイメージ、うん、それが集中なんだね、そうね、うん、なるほど、没入とかね、考えさせる、ちなみに、タケタケ、初めて初めて、初めてタケタケもね、タケタケはね、文学で修士行ってたの、あそうっす、大学院にまで行って、うん、どうもどうも、どうも僕はマスター2年で終わりましたけど、はい、ちょっと僕は余計にさらに人生絶望に振るみたいななるほどなるほど、なんかそうね、これ選んだってでもすごい、そしたらなんかすごいね、つながり感がつながり感がある、うん、あるじゃあところで、それね、おしっこに行きたい、あ、オッケーで、はい、そんなところでありがとう、うん、ありがとう、また来年もね、まさか呼ばれる、まあ、あの、うん、普通に連絡すると思う、うん、なんか気づいたりな、本とか読んだら、うん、面白いよ、つってちょっと、また、うん、ここも読んで、また、うん、いや、そうだね、ちょっとまたじっくり2時間ぐらい喋りたいね、じゃあ、あ、はい、前回じゃあ、またベベ、いよいよ年を、どうでしょう、あと忘年会続いて楽しんで、はい、すげー楽しいです、ありがとうございます。
じゃあ続けていっちゃう。なんかでもね、なんか面白いね、こう、そう、なんだろうね、幸せね、なんかな、それ以外考えてない感いいよね、それ以外って感じ、うん、もうその瞬間に没入してるんでしょうね。そうそうそう、うん、自分とそれだけっていう感じ、うん、ちなみにさ、なんかこれは絶対没入できるみたいなの、だけだけの中でこれをやれば、うん、もう没入最強ツールみたいな、ツールなのか、ヘッドホンかな、そういうことか、光消して、もう全部明かり消して、うん、ヘッドホンやんのそれ、やるやる、全然やるすげえ魂バンバン音量上げて、家で、家で、へえ、まあ、俺みんなやると思ってましたけどねある、今聞いてた、聞いてない、タケタケの幸福に向かっていく一つの技で全部消して電気真っ暗にして、ヘッドホン爆音でかけて、ボーっとする、ボーっとする、ない、あ、そうなの、めっちゃある、めっちゃある、デデとはなんかあるかもしれない、あ、すごいね、あるあるやと思ってた、あ、全然ないわ、なるほど、そういうのあんだね、そうね、はい、あ、結構その時はもう一回ふわーっと見たりして、トリップしてんの、そう、トリップ感が別に何もや、そんなあれじゃないですよ、うん、そんなじゃないですけど、そのなんか違う世界に行ってる感じ、ない、なん、その音楽が作り出してる世界というか、そのイメージ、うん、だから歌詞とかない方がいいですね、あ、インスト、インストがめっちゃわかんない、山田さん、カメラの山田さんも、マジか、そういう方が没入感があるかなと思う、なるほどね、ちょっと書いとこ、暗闇ヘッドホンって、暗闇ヘッドホンおすすめっすグッシングスあのね、じゃあそんな竹さんに、はい、これ気になる瞬間、あの、じゃあちょっと今と話つながってる気がするけど、リズムか、あ、リズム、リズム、リズム行ってみましょう、じゃあ、リズム来ましたね、酔っ払ってんの、あのウーロン茶で酔っ払ってますいいね、すげえな、どんな空間だろう、いや楽しくてさ、楽しい、楽しいとウーロン茶でやるよね、あ、よかった、よかった素晴らしい、ちなみにこれなんでリズム、いや、あのなんで、タケちゃん気になったらこんなから、うん、なんでやろ、その今音楽の話してたのもあって、自分が好きっていうのもあるけど、あ、ね、なんかあの、まあ文学やってて本読んでる時とかも結構そういうリズムって大事、うん、ほう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 、大事じゃないですか、うん、なんかそういう意味でちょっとそれが幸せっていうと、どういう具体的にちょっとどういうリズム、どういうリズムなのかな、なるほどな、種類的に、うんうん、じゃあ聞いてみましょうか。聞いてみますか。いや、大地さん。まあ、大地さん。音楽、あ、音、簡単に最初、はいはい、あ、すみません。ちょっと自己紹介だけ。医者です。医者の岡部大地です。今医者4年目で、ヘルスケアをやっていきたいなと思ってます。病気になる人たちばっかり見てるので、なる前にもうちょっとやっていこうよっていうのを。病院を出てやっていく、これからやっていこうと思っています。なるほど、ね、そんな僕が大地が思うリズムは、まあ、リズムに乗ってるとめちゃくちゃ気持ちいいと、うん、なんか、うん、ちょっと僕が学生の時だったんですけど、これタメ語でいいのか、うん、いいよオーストラリアに行ってた時に、うん、バスキングって言って、ポイっていうファイヤーダンスみたいな、チェーンの先に炎のやつつけて踊るみたいなのを、まあ、ストリートではちょっとできひんから、
あのライトみたいな、ライトかな、なんかヒラヒラみたいなやつでこう回してやっててんけど、でそれをやってる時に、あの時めちゃくちゃ気持ちよかった。なんかこう、あ、そうやってた、やっててんけど、なんかもう俺全然音楽とか苦手やし、ダンスとかもできひんねんけど、それだけちょっとできて、その時はなんかすごいこう音楽が体に染み込んでくるみたいな感覚があって、何この気持ちよさみたいな、めっちゃ気持ちよかったみたいな体験はあった。でそのまあその時いろいろ気持ちよかったのは、そのいろんな要素があって、ここ自分をこう表現して、自分がやってくれることにすごく誰かみんなもなんかこう楽しんでもらえてる、かつこう仲間であの一緒に音楽奏でるやつがいて、ディジュリジュやってるやつがいて、一緒に踊るやつがいてみたいな、それのなんか仲間とみんなでやってるっていうのも気持ちよかったし、でこうなんか子供がその帽子置いといたらこうお金ポイって入れてくれんねんけど、マジでありがとうみたいな。すごい、大地がやってて入れてくれんねん。そう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 、すごいね。すごい、もう心の底からありがとうみたいな、今サンキューって言ってんけど。あれは気持ちよかったっていうのは、まあそれはなんかいろいろな込みがあるけど、なんか、まあ、さっきの話で言うとすごくリズムっていうのはなんかあるなと思って、その時のやっぱダンスも必ずこう 1,2,3,4,1,2,3,4 みたいな感じでなんかリズムがあって、だからやっぱりこう踊れるっていうのは、それが 1,2,3,4,5 とか途中で入っちゃうとなんかすごいこうずれるんやって、まあ多分音楽やってる人って分かると思うけど、必ずもうあの拍子を基本的に一定にした方がいいとかあるやんか。でそれ以外にもあの今例えば健康のことをやってるんですけど、あの歩くこともリズムなんですよ。ほう、今僕電車かあの駅から自分の家までもうでチャリンコ全然使わなくなっちゃって、ほうほうほう、ちょっと遅刻しそうでも歩いちゃうみたいな。できれば気持ちいいから歩くみたいな感じだけど、歩いてて歩くので一番大事なのってリズムなんですよ。おじいちゃんおばあちゃんにいろんな足のこういう靴がいいかなみたいなのやっても、なんかこういうのがいいとか、こういうインソールを置いた方がいいとかじゃなくて、おばあちゃんが一番よく歩けてるのはリズムがいい時なんですね。で自分自身も 1,2,1,2 って歩けてると気持ちいいし、あと今音楽を聴きながらよく歩くのがあるんだけど、音楽が 1,2,1,2 って刻む音楽で自分の好きな歩くペースで、そのリズムで歩くとめっちゃ気持ちいい。ほう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 。これはでも医学的に言うとやっぱ全部リズムやと、もう、心電図もリズムやし、 DNA も全部こう螺旋構造でリズムやし、あのサーカディアンリズムってこう24時間のリズムがあるし、もうすべて人体構成してのすべてリズム。つまりこのリズムに合ってるのはやっぱ気持ちいいと感じる人は、ほうほうほうっていうところでリズムだと、はい、思います。リズムが合ってる、リズムよくやることが気持ちいい、幸せ、うんうん、やっぱなんか合わないなみたいな人とか、多分リズムが合わないとか、まああるんですよ。喋るスピードだったりとか、呼吸の仕方とかかな、じゃない、この人合うなっていう人も逆になんか同じようなリズム感だったりするんじゃない、あるね、なるほどね、しっくりくる。あざす。それはもう歩いてる時っていうのは、もうこれを聞いてこう歩くみたいなのが決まってるし、いやそれはもうその時々、聞きたくない時もあるし、普通にあの歩くのを楽しんでる。曲によってちょっと違ったりする？曲によってあのめっちゃ気持ちいい曲が、昨日はこれ気持ちよかったのに今日気持ちよくないとこもある。若干こうスピードが違うから、ゆっくり歩きたい気分の時はもうちょっとこう、あのなんていうの、あのテンポの遅いやつの方がちょうどよく歩けるし、ちょっとなんかこう
出かけるときはやっぱりちょっと早めの方がやっぱりテンポだったりとか、うん、それなるほどね、うん、それ確かに一日のこう始まりとしては、うんうん、今日あいい感じだみたいなのが分かりやすいかも、うん、そうだな、ね、バイオリズムがあるからね、バイオリズム、そう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 、ね、今ちょっとうまいこと言おうとして今言っちゃってなんかつまんなくなっちゃったいいやんいやいやそうそうそう、いやでもいいね、なんか、なんかあれ前大地来た時だっけ、うん、なんかあの話す人の話聞くっていうのも音楽だっていう、そう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 、もうそれがさもう本当その時も思った、そうだよね、そうその時の話でもあるだから、うんうんうん、そうだから会話は何だっけ、会話はリズムやとかって呼吸なんだよね、そう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 、発話っていうのが呼吸だから、それを意味とか共感度数とかじゃなくてそのリズムが重要なんだっていう、だからコミュニケーションって音楽なんだっていう話をするカウンセラー、あのカウンセリングとかやる人がいて、へいやそれ本当すごいよな、じゃその時の回を見た方がいいな、そうだね第26回ぐらいかな、それ多分第一の回を見ると分かる、分かるわけ、いや楽しかったなあれな、うんうん、確かにね、こういう風にして過去のアーカイブをみんなに見せるってなるほどね、いやいいね、そんな感じです、うん、私したどうでした、いや面白かった、うん、ちょっと俺的にはその会話のは音楽を掘り下げたい感じ、あそれなゴリゴリで掘り下げた、また、また、また見てで見て、ま、じゃあ今度3人でやる、あやりたいねいいよいいよ1回、うん、いいね、いいね2時間半ですから。じゃあ時間のかけで交代していかないといけないです、ね。はいはい。今日ありますのでね。はい。まあ、ありがとうございます。はい。よかった。じゃあまたちょっとコミュニケーションの話はね、また。そうぜひ。次回しましょう、ぜひ。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。いやー、リズムね、あるよね。うん、あるある。なるほど。でも歩くの、俺家に、家さ、うんうん、20分ぐらいなの、駅。うんマジクソ辛い毎日と思ってたけど、うん、今の聞くと明日 歩いていくのすっごい楽しみになった、俺もちょうど駅まで20分ぐらいで、あマジ、うん、めっちゃ気持ちいい、いかにこう自分がこう、うん、楽しくなれるかってところだよね、そこはこのリズム、まあ、人にもよるんかもしれんけど、なんか歩く、俺が歩くのすごく好きなのは、あの結構せっかちなんやって、何でももうパッてこう、まあ、できるだけ早くやって、で次の時も早く行って絶対遅刻しないようにし してみたいな、うん、なんかこう常に交感神経興奮してる感じ、うん、だからそれを歩くっていうことにすることで、なんかその時の前の、まあ、いつも病院にいる時のモードをいろいろ活動する時のモードに切り替えるのにちょうど歩いてるとだんだん切り替わってきて、なんかこう病院のことがだんだん抜けてきて、あそういえばあれ考えなあかんなとかこうやなとか、 それをゆっくりできるっていうのもまたいいし、ね、歩くのはおすすめ、なるほどね、うん、それ大事だね、うん、っていう意味でそういうのも込み込みでいくと、あの歩くのが全然苦じゃないとか、むしろこうそういう時間を取りたいと思って取ってる感じ、なるほどね、ちなみになんか大地さんはなんか歩くなんかワークショップかイベント、うん、それは前回やった1月の10日に姿勢講座を、あ姿勢講座、あの渋谷でやります、はい、あそうですね、 Facebook でジャパンヘルスケアで検索していただければ、もう一回ジャパンヘルスケア、あジャパンヘルスケア英語、うん、あカタカナで、あカタカナでジャパンヘルスケア、ヘルスケアを調べると、1月の10日で、日曜日なんですけど6時半から、あの姿勢の、まあ、いろんなことやってる人の、うん、まあ、専門家も呼びつつ、やる感じで、まあ、今もちょっと意識してんねんけど、うん、ヘルメ今すごいこう背中曲がってるやん、この座り方はヘルニアになるか、あの滑り症が起きたりとかしてくる、ね、でも人って、はい、あごめんなさい話脱線するけど、いいよいいよ、人って座る生き物じゃないんやって、ほう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 、生き物として、座ってないやろ人って基本は、うんうんうん、本来さ、まあ、歩いたりとか立ったりそれから横になったりとかするね、座るように特に椅子とかに座るようにはできてないの、もともと、だからそう、うん、こう座るのってすごく大変で、うん、
あ、うん、結構意識せえへんと、あの 頭がすごく重たいから、頭の、まあ、5キロぐらいある重さを、あの重心がちょっとこうこの辺にあるのね、頬の骨のちょっと上ら辺にあるんだけど、こうやって首の横で見てもらったら首の位置よりこうちょっと前にあるのね、うん、でそれでずっとこうパソコン作業してると、こうだんだんこう重みでこうなっちゃう、ああ、それをこうできるだけこう捨てなあかん、うん、でも座ってると絶対やっぱこうなっちゃうから、その肩こりが強くなる、ここがすごくなる、うんうん、よくやってる、だからマッサージで今特に本当デスクワーカーが増えてるから、この肩こりがこう20年後こうもうほっとくと、どん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 それがもう戻れへんところまで行ってまうから、あ、そうならへんように、まあ元々の姿勢はこういう風にしとくといいよっていうベースの考え方を伝えるという回です。いい回そしてこれ、はい、多分、うん、これ前回の放送見てる人は、うん、もう大地のそのルモリフトの特集を見てるから、うん、本当に、あ、確かに本当だ、だバッチリだ、そうバッチリバッチリだと思う、ぜひ、姿勢こうだもんね、はい、来てください。はい、すいません、じゃあちょっと、あ、そうね、ちょっと飛んでてて、一つさっきでも向こうで盛り上がった、これはもうね、さっき終わった、よかったよかった、さっきそれで向こう側もすごい盛り上がった、そうベベベ、やっぱり気持ちいいよねっていうの、あ、狭いところにいると狭いところ、うん、あ、気持ちいい、そう、ね、じゃあ大地が選ぶのはなんだろう、もういい、俺が気になったのでいいやな、うん、もちろんもちろん、これはいはい、この地球上で生きる全ての人にとって本質的に幸せなものとなるような真理の探求&実践。すごいの選んだし、すごいの来たねこれこんにちは、こんにちは、いや、なんか話できたら面白そうだなと思ってたんで、ちょうどよかった。本当っすか、本当、やったー。大地さん、なんでちなみにこれ気になったの？これ気になったのは、うん、これってすごくこう理性的には俺も判断して分かんねんけど、うんうん、これでめちゃめちゃ気持ちいいって思った時ってどんな時やろうと思って、確かにこう俺もすごくこういうのを意識してやってるけど、うん、なんだろうな、なんかこう自分の、頭で考えちゃってるようなところもあって、そうじゃなくてこれに対して、うん、いや、めっちゃ気持ちよかったこれみたいなのがあるのかなと思って、うんうん、それを聞きたい、あれば聞きたいなって、うんうん、思いました。なるほど、はい、じゃあ聞きましょう、はい、それで言うとまだなんかこれの瞬間で幸せって思ったっていうのはなんかまだ半年前ぐらいに自分の中でこう自分自身こうありたいみたいなのを考える機会があった時に出てきた言葉が探求するっていう言葉が出てきたんですね。でそれともう一つ、なんていうか願ったりとかその人を思ったりとかする、で自分は直接関わらないんだけどその場が変わったりとか自分と関わった時の瞬間で何かしらこう変容が起きたりしたりする人々とかの関わり、仕事がそういうのが多いので、うん、なんかその自分の心理を探求することとその人を願ったり思ったりすることがなんか統合されたものが自分自身だし、それがなんか涙が出てくる瞬間みたいなのがいろんなところであったから、うん、なんか、うん、わあ楽しいとか、 なんかそういう感じがなくて、うん、その涙が流れてきたのは どの時やったん？最近思い出すのは、あ、それはどちらかというと悔しいというか、ちゃんとこう自分の実践がとか探求して本当に世の中に価値を出せてない自分に対して情けないとかっていうことで泣けてきた瞬間とか、あとは本当に純粋になんかその人を思ったりとか、もっと幸せになってほしいなって、もうむしろ自分自身もそうなんだけど、なんかそれを思えた瞬間に自然と涙が出てくるっていう、そんな感じが、この1年間なんかそういうので泣く涙が、なんか悲しいから泣くっていう感じではなくて、なんか自然に出てくるっていう、自然に涙が出てきた、うん、もうちょっと詳しく聞いて、例えば瞑想とかしたりとかした時とか、うん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 、瞑想中に、うん、あ、瞑想じゃないけどなんかそういうふうに思ったりとか音楽を聴いてたりとかした瞬間にできたものがそういうものだったっていうのが自分の中にあって、
たなんか本当のところのコアな部分の幸せ感みたいな、もちろん友達と話してる時も楽しいし、なんかいろんなこと知る瞬間も楽しいけれど、コアな部分はなんかそこを一番探求してる時が楽しいかなっていう、そんな感じで、ちょっと言葉で伝えにくいんですけど、いやいや、うん、いい、なんかこう性の幸せが現れてたね。そうね、いやね、こう瞑想しててなんかこうふと出てくるやつ、うん、それもあるし、うん、それはですね、ふと出てくるやつもそうだし、あとは何だろうな、やっぱなんか世の中を見ていくと純粋に誠実に生きてる人もいれば、そうじゃない人もいるなと思っていて、でも自分は誠実に生きたいなっていうのがすごくあるから、なんかそこを貫きたいっていう意味でも、それを生き続けるとなんか幸せがあるなっていうふうに最近は思えてきて、ヘルメはなんかこう結果として、ヘルメはどう、ヘルメはなんかこう人に、まあ幸せにな、人がちょっと幸せを感じてくれたなっていうので嬉しくなったこととかある？ああ、全ての人だから、全ての人かどうか分からんけど、まあこう他の人がすごく喜んでくれたことに対してめっちゃ気持ちいいって思ったこととかある？あんまりない。ないな、ないよな。ヘルメって割と自分やな、うん、俺が楽しいかどうか、そうやな。いや、まあこういう人間もいる、こういう人間もいるなっていうのはある。別にこれはあの、いろいろ言ってもいいと思うけど、他の人が喜んでるかどうかって俺分かんないもんだって、うん、俺その人じゃないから、うんうん、えってこと、え他の人が、まあ他の人に役に立て、他の人に役に立てて嬉しいみたいな、嬉しいとか、あ、涙が出ちゃうみたいなのあるよ。どういうこと、どういうこと。なんか前、あの、求人記事を書く仕事してた時に、俺の書く記事を見て、その応募される方の応募のメールって書いた人にも見えるようになってる、システム、はいはいはい、だから要はただやっただけで仕事が、お金をもらうんじゃなくて、どうなったかが分かるのよ、リアルに。すごいなそれ、面白い、それうまいな、そうそうそう、だからでその中でそのすごい、そのある、まあもう具体的に言っちゃうとダメだから、まあそのなんかこう奥さんたちが集まってその働くってさ、やっぱ子育てしてたりするとやっぱ働くって普通には難しいけど、でももともと出版ですごいデザインとかやってたり編集とかやってたりなんかいろいろやってたのに、やっぱこうできなくなっちゃって、で働こうと思ったら正社員で、あるのはパン屋のバイトとか、自分のそれまでやってきたところも活かせなくてどうしようっていう、やっぱいるんだ、そういう 30-40 代のお母さん層っているらしくて、そういう人たちが働きやすくて、そういう人たちが働いているコミュニティというか会社があって、その募集を俺が書いて、その時にその 30-40 代の人たちとかがその応募の時に自分の人生を書くわけだよ、です要はもうすごい、なんていうの、なんていうの、もうそこに人間なんかこう、要はなんていうの、役に立ったというより、その人が変化しようって、思って変化しようとしてるんだよね、もうその真剣さがまざまざと届いた時に涙が出ちゃう、涙が出ちゃう、読んでてね。いやそれ嬉しいな、嬉しいわ。だから、そうだから役に立つというか、そうね、まあ、変化、役に立つ、その人が、その人が変わっていくことに対して感動するというか、何か感じるものがすごくあったっていうことかな。そう、変わりろ、変わろう、変わろうって思ってても、変わりたい変わりたいって思ってても何もしなかったら変わんないじゃん、でもその人は変わっていってるっていう、いってんだよね、その超えてんだよ、こう、はいはいはい、なんかそれはちょっとなんか涙が出ちゃう、なるほど、そういう話あれ。いやいや、ちょっと近い近い近い、ちょっと話ずれんねんけど、ちょっとそれの聞いてて思ったのが、なんかスポーツで感動するとかあるやん、あ見てて、
すごい頑張ってる人がずっと頑張ってたのがようやく花咲いて本当に優勝するとかなったらすごく感動するよね。うんうん、なんかこう実ったその人がなんか頑張ってたことが実ってくれると嬉しいなって思わへん、うんうん、その人うれ、うん、感動するね、うん、あれじゃデコンチまあね、うん、そうね、うん、これでもちょっと気になるとこ突っ込んでもいいの、うん、全ての人にとって本質的に幸せなものってあんの？あ、だからそこが難しいところで、ね、俺もなんか何のどあんのかなと思って、それは多分今僕がこうやってご飯も食べていただいたりとかする中でもそれでもう苦しんでる人もいるわけで、なんかそういう完全には無理だったとしてもこれは僕たちが諦めてしまうとこのシステムで生きている以上なんかこう性の勢力と悪の勢力がもし世の中にあるとしたならば性の勢力でも頑張り続けないと悪の勢力が全部いってしまうなって僕の中で思っていて、それもお互いにやり続ければきっとどっかで和解する時があるから諦めてはいけないと思うんだよね。仮にこれが実現しないかったとしても生きてる自分たちの中でその誰かこう次の世代の人がそういうふうに思っていく人も絶対出てくるはずだから、だからでもあんま大きいこと言ってもできることは小さなことしかできないから、うん、本当にやろうとするのは今日もバス乗ってて例えば妊婦さんというか子供を持ってる人が立ってたら、うん、前までだった自分が座ってたけどもまず座ってくださいっていうなとか、なんか会った人にちゃんと挨拶するとか、なんかやれることはそんなことからかなと思って、うん、あんまでかいことはできないから、うん、だから実践ってはあえて書いたのはもう考えはするけれどもやる所作は丁寧にゴミを捨てないとか道に、うん、なんかそういうことをの積み重ねがきっと多分人の意識とかって変わっていくんだろうなっていうふうに、世界的に見ても日本ってゴミが少ない国だろうし、海外だと中国だとボン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 捨てるっていうふうな、なんか国民性としても日本ってその辺の意識が高いと思うから、なんかそういうところの積み重ねが人の幸せみたいなものを作っていくんじゃないかなっていうふうに今今の結論では、うん、まあ人によって価値観が違うから、うん、そうね、そんな気がします、うんうんうん、ちょっと待って書いてか、まあね、なかなか難しいね、うん、ちょっともうちょっと肯定する、深掘りしたらちょっともう止め止まらなくなるからねこれはね、ちょっとこの辺で肯定するとこはなんかまだあっちで、うん、あのドキドキしてる人たちがいるから、うん、次の人にちょっとパスします。なるほどね、はい、ありがとうございます、ありがとうございました。じゃあ大地さんまたね、来年ね、よろしく。これは付け替えたらいいんじゃない？うん、じゃあちょっとキヨの気になるやつを。これですね、なんか、ああ、泉くん、じゃあどうぞ、今、あ、もう今が過ぎ去りつつ今が来てる、よし、今ね、なんかこれを選んだ理由は、うん、純粋に多分今って書いたってことは今がどういう背景でどういうことをしてるのかなって純粋に気になったっていうのが、うん、なんか今一番今、まあ、今っていろんな時間の考え方あるんだけども、うん、今どういうことをしていて何を幸せに思ってるのかなっていうのを純粋に、ちょっとなんかさっき頭がヒートアップしてきたので、うん、なんかライトなテーマで聞いてみたいなと思って、それでライトじゃない、ライトじゃない可能性はあるけどね。じゃあ泉くん、はい、お願いします。泉がゆきです。これ何から始めればいいんですか？まあ簡単に自己紹介とあとはもうそのままもう言っていいよ。はい、はい、改めまして泉ひろゆきと
申します、今職業はワークショップデザイナーとしてワークショップの設計と、当日のファシリテーションというのを仕事としてやっています。でフリーランスです、うん、で専門は自分はあの看護大学を出ていて、看護師保健師の国家資格を持っているんですけど、病院の中で働いている看護師さんとか医師の方々対象に、まあ自分たちのチームをより良くするにはどうしたらいいんだろうとか、自分たちのまあ医療看護をどうしたらよくできるんだろうっていうのを話す対話の場作りを、病院の中でとか職場の中で作っていきたいと思って今活動しています。はい、そんな泉くんがでこれ今っていうのはそれではなくて、いや単純にそんとさっきなんですよこれ今っていうのは。っていうのもヘルメさんから問いを考えてきてねって言われてたんだけど、ああ問いに対しての答えをね、あなたが一番幸せな時ですよね。そう、なんか何してる時、うん、何してる時が幸せとか幸せとかって言われた時に考えてきてなくて、ちょうどその時考えてたんですけど、なんていうんですか、俺前回、うん出た時はさっき出てた時は場作りをしてる時って書いてあるんです、うん、で確かに場作りをしてる時も幸せなんだけど、どっちかっていうと気持ちよくなる方のなんていうんだろう、本当に幸せっていうかなんか楽しいなとか充実感があるなっていう、それを幸せって言葉に置き換えて、うん、この前のワークショップ放送の時は答えたの、うん、でもそもそも自分にとってどういう時が幸せなのかって考えた時に、別にプラスの気持ちになってる時がイコール幸せではないよなと思って、で考えた時にそもそも自分にとって何が幸せかって考えてる今この瞬間こそが幸せなんじゃないか、だってそんなことを考えられない瞬間って多分いくつもあるし、考えられない人たちもいるっていうのを最近結構感じるんですよ、うん、それどういう瞬間に感じるんですか。あのね、それこそこの前初めてお芝居を見に行ったんですよ、うん、尊敬する人が初めて演劇を見るんだったらこの演劇がいいよって言った演劇があって、うん、後々っていう後々っていう演劇なんですけど、まあ、登場人物の人たちがいろんなこう立ち位置で出てくるんだけど、その中でなんて言うんだろうな、それこそこう中国からやってきてて、で日本の国籍が欲しいがために全く知らないおっさんと結婚して名前だけもらうみたいな、でとりあえずいる人だったり、あとは小学校から中学高校も全く行かずにずっと働き続けてて、とりあえず今を生きてるっていう人とか、なんか状況は違うといろいろな人たちが出てきたんですよ。で別にそれが幸せか幸せじゃないかとかはわからないんだけど、なんかそう思った時に、なんだろうな、こう、軽いけどいろんな人たちがいろんな状況の人たちがいるなと、でそれこそいろんな状況の人たちがいる中で、自分に問いを立てて生きていける人たちって幸せなんじゃないかなって、それだけで、それすら、その問いを立てるっていうそのことすら余裕がない人たちだっているし、それ自体が概念として頭にない人たちだっているし、なんかそう考えたらそれこそこういう忘年会みたいな状態で自分と近しい年代の人たちと美味しい食べご飯を食べながら、自分にとって幸せって何なんだろうって言って考えてる、これがあるこの瞬間を持ってるだけで自分の幸せの基準度ってもうはるかに高いんだろうというか、なんかそんなこと思って今かもしれないと書いたっていう。今というのはつまりそのさっき幸せな瞬間を考えてた時っていうこと。
そう、と、うん、問えてる瞬間が幸せかもしれない。なるほどね。なんかこうあれだね、こうなるほどね、こう他の問うってことがそもそも分かんなかったり、うん、まあ、そういう習慣もないし、うん、考えもない方だったり、そういう時間もない人たちに、うん、がいる中で、もういる中で考えられている今が幸せなんじゃないか、うん、そういう考える余裕があるだけの余白を持ってるっていう、うんうんうん、どうでした？なんかちょっと意外な答えが意外な答えだった。もうちょっと最近なんか例えば結婚したとか、うん、嬉しいことがあったとか、うん、なんかそういうものかなと思ったら、うん、問いって言われた、うん、ああみたいな感じ。そうね、うん、っていうちょっと意表を突かれましたね。うんうんうん、そんな感じです。そんな感じですね。はい、うん、あ、なるほどね。いやー、はい、じゃあ時間も来ているというところで、はいはい、次の人にバトンタッチしましょうか。はい、あ、はい、そしてキヨは一回普通に出てもらおう。また呼んでください、ね、はい、ありがとうございます。じゃあまた良いお年を、はい、そしてあのまだあの忘年会続いてると思うので、はい、ぜひ。あ、盛り上がってる、まあ、なんか出来上がってるっぽい、出来上がってるっぽいですね、うん、ちょっと入りづらいかな。まあまあ、あ、出した、あ、出した、うん、いやー、いいね、今ね、突っ込みづらいかな、うん、まあでも、うん、いや、いいじゃん、別に、なんかでも、なんかこう、いろいろ見たんだね、なんか演劇とか、まあ演劇だけじゃないんですけどね、いろいろ考えるところはあって、うん、そうか、そうか、うん、うん、なるほど。まあちょっと、はい、そんな感じで行きつつ次行っちゃいましょうか。もう時間ラスト15分ぐらいになってきてるんですけど、はい、じゃあ木行ってみますか。行ってみましょう。木登り行ってみます。木登り。木登り出し、誰と出したの、誰だろう。はい、出してくれたのはセント君です。セント君、自分で言ったんだけど。はい、じゃあちょっと泉君、ちなみにこれは木登りは気になった？うん、もう一緒に考えておく人もあるけど、うん、うん、なんだろう、いや最近木登ったことないなと思って。おお、うん、ここに来てる人で、うん、木登ることある人いるんだと思って。なるほどね、うん、登る人です。いたね。じゃあちょっと聞いてみようか、はい、うん、質問見てヘルメさんにこう送ってもらった今日のテーマで、まあ、本質的に幸せというか、なんか結構人生振り返っちゃって、一番物心ついた時に泣いたのいつだろうなと思って、こう僕家の横に木が生えてるんですけど、結構なんか山桃の木なんですけど、それに登った時に僕なんか感動して泣いた覚えがあって、多分4歳とかの時、その時は登って、なんか2階、家の2階ってみんな登るじゃないですか、当たり前だけど、2階建ての家だったら、その時2階から見る景色と高さとは全然変わらないんですけど、でもなんか木の上の見晴らしというか、木の上から見るところに僕すごく感動して、誰もいなかったのに泣いて、4歳か5歳くらいの時で、あの瞬間僕にとってすごく、うん、なんか何とも言えぬ幸せだったなと思って、今年僕アメリカ留学したんですけど、うん、ツリーハウスとかそういうのを振り返ってて、留学中に結構自分と向き合う時間
感動したのはその時だったなみたいな、うん、木の上とかもう一回登ってみたいなと思っていろいろホームページとか、まあ、ウェブとか探したら、うん、どうやらツリーハウスの発祥の地がオレゴンらしい、うん、分かって、うん、で僕オレゴンの300キロぐらい北にあるシアトルっていうところにいたんですね、うん、行ってみようと思って、うん、ツリーハウス巡りっていうのをしたんですよ、うん、でその木の上に住んでる人たちみたいな話を聞いたらその瞬間が僕とっても嬉しくて、うん、木の上にも入れるししかもツリーハウス作ってる人って結構バカな人というか幸せの価値観がちょっとずれてる人が多くて、うん、そういう人たちを話してる瞬間の連続が僕はすごく幸せだったなっていう話です、つまり木に登ってたっていう話です、いや謎感すごいよねえじゃあこれからも登るの将来の夢ができました、うん、おでも将来の夢あの実家が前もラジオの収録の時に、うん、実家が旅館をしてて、うん、ですけど僕でも50歳から60歳になったら、まあ年まあ、いつかっていうのもあるんですけどツリーハウスを集めた旅館を作りたいなと思ってほう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 ツリーハウスって生き方があるんですよねほうその人のほうほうでヘルメさんだったらヘルメさんのツリーハウスを作りたいんですよ、うんうん、ヒロとヒロのツリーハウスができるんですよ、うん、でそれぞれの人が自分の、まあ、哲学だったりとか、うん、こういう風な社会っていいなとか、うん、こういう風な時に幸せ感じるなっていうのを体現するのがツリーハウスなんですよ、うん、だから僕いろんな人にツリーハウスを作ってほしくてでそこにお客さんに泊まりに来てほしいなだから30年後ぐらい多分オファー出すと思うんでマジちょっとツリーハウスフィーチャードバイヘルメみたいななるほどねちなみにどんなあすごいなそれ作りたい僕ですか、うん、うん僕今ちょっと思ってるのはバックドラフトっていう映画が僕大好きでおそれ消防車のあ消防っていうかまあ火消しさんのアメリカの映画なんですけどそれも僕小学校1年生ぐらい見て僕はなんか昔のアメリカのこう消防署とかってなんかわーとかこう出動命令が出るとみんななんかわかんないけどみんなお風呂に入ってるんですよね緊急だみたいなでそれでなんかもうタオル1枚巻いてなんかポールを滑って2階から1階に降りるんですよポール滑るのめっちゃかっこよくないですかあ、しなだり全裸でちょっと泡の力とか使うのかな使って濡れてるみたいな、ねうん、それがめっちゃかっこよくて僕はなんかそれがあるツリーハウスを作りたいと思っていて全裸で降りてるからどうするか、まあ、全裸には限らないですけどなるほどねポールがあれば何でもいいのでもツリーハウスがないんですけどまずツリーハウスでもその人が生きてきた中でこう大事なとか感動するなっていうものをあのバランスよく組み合わせたツリーハウスマイクロに詰めるのねそう詰めていってほしいそれは、ね、面白いねそれ生き方が出るんですよ本当に会ってる人たちも例えば子供をあの若くして失った方とかいらっしゃって、うん、でその方はあの家族に泊まりに来てほしいっていうツリーハウスを作っていてで家族とあ、まあ、家族さん親と子供の時間っていうのは皆さんあと数えたらその大学、うん、中学生とか小学生じゃなくて大学生と親に来てほしい、うん、つまり今23歳とか22歳とか親御さんが50歳とか55歳とかあなたが社会に出たらみんなに言うのがあなたが社会に出たらおそらく年に2回ぐらい実家に帰るでしょう、うん、年に2回実家に帰るのはその多分ニューイヤーかそれかバケーション夏休みかどっちかでしょうであなたが親御さんと話せるのはきっと真面目に話せるのは10分程度でしょう、うん、つまりあなたはここから25回25年間かつ年に2回だったら50回かける10分だったら500分しか親と話せません、うん、でその時間っていうのはとてもバリアブルというかかけがえのない時間ですその時間を今日は過ごしてくださいっていうのを言ってから止まってもらうんですね、うん、あなたは500分しかあなたは人生で話せません今をね、うん、っていう哲学を伝えてそこに止まってもらう人とかいて
なんか僕その辺すごく感動して、その方は子供を失われてたんです、そう、そういうツリーハウス作りたいなって。なるほど。いやー、いやちょっと時間がそろそろ迫ってきているので。どうでした？僕は予想以上に豊かで面白かった。何言ってたか、木登りでね、ツリーハウスの話になんて思ってなかった。家とはとかね、いやでもツリーハウスのワークショップやりたいなと思った、普通に。人違い出んのかなと思って。家ってね、じゃあ出るよね、絶対出ます。でも木の上である必要性どれぐらいあるの？それはそれはじゃあ、あの後であるかも。ごめん、これ素朴だ、面白いな、非常に素朴すぎ、非常に。ということで、まあ、泉くん、はい、ありがとうございました。またじゃあね、来年も、はい、よろしくお願いします。いやいやでも木登りね、木登りですね。いやいいねと思った、木の上。うん、さっきの話を面白いとか言いながら、いや面白かった、面白かった、なんか面白かったよ。ぜひ、いや、あの行ってみたい、木登りの、あれ、あのなんだ、普通にハウス旅行、木登りの 宿に行ってもらいたい。あ、マイク、すいません。じゃあそんな感じでね、時間もあれなんで、はい、次の行っちゃいましょう。あ、はい、次のセント君、もう3つになってしまいましたが、これちょっと聞きたいマッスルみたいな。僕がですね、僕も結構早い段階で見つけた時に、もうこれに決まってたんですけど、書いて新しい世界に出会う時。あ、じゃあ行ってみましょう。はい、どうぞ。こんばんは。濃く言ってんだ。こんばんは。濃いってん。濃いってん。黒い。挟まれた黒に。めっちゃ黒いけど。黒になっちゃうぞ、セロ。髪の毛も黒くしましたよ、真っ黒に。いやー。じゃあ、セント君、なぜ、これを。あの、僕、動くこと好きなんですけど、うん、こう止まって書くこととか僕あんまり得意じゃなくて、うん、で、この中で、一番僕がなんか、しっくりこなかった。てか多分出会ったことがない、書いて新しい世界に出会うってことも分かんなくて、なんでなんやろうなっていうのが、あの選ばさせていただいた理由になります。マキさん、マキさん、いやヘルメさん。じゃあ、あ、簡単にじゃあ聞いてみましょう。じゃあこれマキさんね、はい、で、はい、でちょっと簡単に自己紹介してからちょっと教えてください。マキです。はい、たまにヘルメットを一緒にデモクラ機構というのをここでやらせてもらったりしてます。で、一回ここにはあの対話部っていう古瀬雅也 と、ヘルメット一緒に3人でやってるユニットできたりしてます。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。セットマンから、あー、どうしよう。これね、そう、なんでこういうふうに書いたかってことだね。その全ていろんなものを取り払って、どういう時に自分が幸せを感じるかっていう問いで考えた時に、普段楽しいこととか喜ばしいことってすごいたくさんあるんだけど、一番深い喜びがあるのがやっぱり書いてる時かなって思ったんですよ。で、書くっていうことはすごい上手に言えないんだけど、すごく、あれ、なんか言いたいことと違うけどこう書いてしまったとか、なんかうまいこと表現できないなとか、実際言葉が出てこないなとか、結構、幸せじゃない時の方が多いんだけど、書くっていう行為は。なんだけど、書けた時はまたちょっと違う喜びがあるなと思っていて、でそういう書けたっていう瞬間はなんか新しい世界に出会った時なんだじゃないかなと思ったので、書いて新しい世界に出会う時って言ったんですけど、その書くっていうことは多分いろんな書くがあると思うし、レポートを書くとか会社の文章を書くとかいろんなことがあると思うんだけど、私の場合は
それこそ自分考えたい時に書くんですよね。何か誰かに公表する文章とかもたくさん書いたりするけど、自分が何か深く考えたい時に書くっていうことを通して考えていく。自分はなんでこう思ってるんだろう、なんでこれをやりたいんだろうとかいうことを書きながら知っていくっていう行為だから、知ってるから書けるんじゃなくて、書いてる時にだんだん分かってくるっていう感覚があるんだよね。だから自分の知らなかったことが書くことを通して現れてくるような気がするかな。ちなみに何か最近書いたんですか？最近書いた？何か。最近書いたりしてるけれど、なかなかそのもうちょっとっていうところが難しくって、なかなかできない。でもその文章がノリに乗るとかリズムに乗るっていうことはやっぱり続けて書いてないと難しいから。なんか書かなきゃな書かなきゃなと思いながらできてないっていうのが現状でございます、うん、そうなんだよね。ふつねえみさんどうすか？立ってよ。あんま書かない。書くっていうことはあんまり結びつかない。レポートとか大学の資料とかしか書かないんですけど、なんだろうね。どっちかというとこうそれを通してこの後ろの2文が大事なわけですもんね。そう、うん、人と話してる時とか多いかな。うん、人と話して言う時にも多分得られることだと思うんだけど、難しいね。すごい難しいことを書いている気がしたなんだけど、なんか開けてくる時が、あ、これがなんか分かったっていう感覚とか発見するようなことが自分のことなのに書かないとやっぱ見えてこなかったりすることがあって、そういうのにたどり着いた時は面白いかなと思う。どうすかエルヴィさん、あとは時間との戦いだなみたいな。そうだね。時間って今日の、そう なんかこう新しい世界だと自分の外にありそうですけど、ん、自分の外にありそうじゃないですか、なんか新しい世界だと。意外となんか僕今聞いたら、こう中にある何かに気づくみたいな、あ、私これ言いたかったみたいな感じで、こう、そうだね、それもそうだね。でもその新しい世界の多分定義がちょっと難しいんだと思うんだけど、うわ、でもなんかさっきね、そのあっちで忘年会のご飯食べながら喋ってた時は、新しい世界っていうのは自分の中にしかないってだけじゃ言ってて、それはなんか分かったんだけど、どんな忘年会なの？何をしてるの？っていうのあって、だからそうだね、難しいね、私も分かんないわ。でも書いてるのが時楽しいですっていうことかな。なんかそうね、また違った楽しみというか、喜びというか幸せが、まあ他の幸せもあるけど、書くには書くのあるよね。そうだね、なんだろうなと思って世界の開き方が行為が違うと確かにちょっと違うかもしれませんね。でそしてね、時間か、そう、いや時間ないかな、ちょっとどうでしたっけ。あ、でも最後のそこら辺、僕話すとか書くとかこう外に出し方ってあるじゃないですか、それに違いなくてこう見えて、見え方もなんか変わんのかなみたいなのをちょっと今、僕走るとかなんですけど、あるね、とかそういうのはすごい感じたんで、ああなるほど、書いてみようってちょっと思いました。いいね、書きましょう、書きましょう、書きましょう。あざっす。じゃあ生徒君また来年もね、よろしくお願いします、まだ忘年会もちょっとあるから楽しんでね。そう、あっちで
じゃあ場所を選ばします。はい、はい、いやいいね、まきさん、これ2時間いけるやつだよね。2時間やらないと分かんないわ、うん、これ今日ねずっと思ってる。どういうこと？全部2時間やらないと終わんないって。難しいね。そして、はい、もうやばいんだけど、2つしかないんだね、はい、よし、じゃあいきましょう。必要とされた時、役に立てた時、誰？必要とされた時、役に立った時。出たよ。イエーイ。これもう延長じゃ。延長しましょう。ちょっと延長しよう。どうしよう。全部とりあえず取っちゃいたいな。どうぞ。いやー、どうも。どうもどうも。いやー、どうもどうも。揃っちゃいましたね。いつもの感じだね。どうしましょうね。どうしましょう。はい、じゃあ、うん、マキさん、ちなみにこれなんで？これは少なくなってきてましたけど、まあ単純にね、うん、皆さんこうよくご覧ください。これ必要とされた時、役に立てた時の必要と役に二重線が引かれてるんですね、うん、普通にも読めそうなのにここにまず強調を持ってきた、うん、やっぱりってことは必要と役、うん、役目、必要とは何か、役とは何かと、まあ、いろいろ突き詰めて、このシンプルな言葉の中に多分経験値ともども詰まっているんじゃないかということで、うん、お聞きしたいと思います。はい、いかがでしょう。じゃあ、はい、簡単な自己紹介プラス、あ、自己紹介ね、はい、まず、うん、そう、ちょっとね、そう、改めて、古瀬正哉です。麻婆と呼ばれてます。普段仕事はファシリテーターをフリーランスでやってます。はい、簡単な自己紹介です。ちょっと酔っ払ってます。あの、ずいぶん酔っ払ってます。ずいぶん酔っ払ってます。はい、そしてこれをどうされたって言ったわけですか。あ、これの説明、うん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 、いや、僕そんなに説明することなくて、もうこれに全部凝縮されていて、うんうん、だから あんま選ばれないように書いたつもりであったんだけれども、うんうん、いや、ね、あのやっぱ必要とされるというのはやっぱ自分の存在理由のことを書いてます、うんうん、僕の中では。やっぱ必要とされるで役に立てた、まあ総じて言うと、まあ関われた瞬間というか、 人、まあ、人じゃなくても物でもいいんだけど、関われた時というかにすごい幸せを感じるというか、やっぱ必要とされなくなった時が一番、あのちょっと、うん、なんだろうな、うん、やっぱ必要とされた瞬間が一番お幸せを感じるなというか、うん、仕事依頼受けた瞬間であったりとか、頼み事された時とか、相談された時とか、うん、だから今日呼ばれた時とかね、うん、だからそれ、うん、その瞬間が非常に僕は、うん、あ、ヘルメが今日呼んでくれたんだなっていう、なんか、あ、必要とされたんだなっていうこと自体にすごい幸せを感じると。で、まあ、結果ね、役に立てたりとかもするとすごいより幸せだなっていうね。だからもうこのまんまですよ。そんなに説明することないんですよ、僕は。でもじゃあ与えた時ってことだよね。何か自分の能力なり何なりをね、与えてるってことかしら、役に立つっていうのは。まあ、下の方はそうかな。必要とされて、必要としたことをちゃんと返せた時が一番すごく幸福感が高いような気がするね。うん、オッケー、なるほどね。いや、そうね。まあ生きる意味に近いと僕は思ってるけどね。必要、うん、存在してる一つの理由をくれてる、うんうん、肯定されてることでもあるしね、うんうん、関わらないとやっぱ存在がね、確認できないな、うん、もうそう、もう、うん、そういうことです。いいね。いや、いいねじゃないよ。間違えた。間違える。間違えた、間違えた。うん。なるほどね。うん。それでは。うん。いやー、はい。っていう、うん、なんかでもね、うん、俺一個思い出しちゃった。何？出たよ、何？これダメだよ、これ続いちゃうの大変だけど。いや、まあね、ある本で、向井谷地なんだかさんとかいう、まあ、ベテルの家っていう、うんうん、あ、巻きでね、あ、ちょっとじゃあその話はまた来年しようか。台湾でね、台湾でやろうか。OK、 じゃあ、はい、じゃあ
はい、私すみません、ちょっと巻きで言ってますが、巻きさんありがとうございます。はい、ありがとう。またまた ね来年ね、深く深くできればいいですね、うん、ちょっ と, ちょっと今日そう一つ一つ2時間で伸ばしてやるわ、また、うんうん、はい、ありがとう、ありがとうございます。じゃあ、またいさん、うん、もうこれしかないので最後もうでもね、これめっちゃ興味あるよね、一番最後に残ったっていうのは、これ非常に意味があると思うけどね。じゃあ、あ、ダウニーです、あ、ダウニーです、いいね。あ、じゃあこれを、うん、これをこれね、うん、はい、はい、マタイさん気になってた？いや、気になっても何も、もうまあね、うん、来ましたって感じ、ね、そうですね、残りましたね。もし丸々だったらほにゃららだったらどうなるんだろう、作ってる時、いや全然わかんないな、もうですかどういうこと、どういうこと、いや、あの僕は、うん、あの小説書いてるんですけど、小説って基本的に例えばなんですけどテーマにするのが、例えば明日起きたら、あの明日起きたら今日なんだ、2015年の12月、27かな、うん、じゃないですか、うん、なんだけど、でも明日起きたらなんか知んないけど、いきなり2018年の28日になったら、うん、どうなるんだろうみたいな、いや、なんかいや、パッて起きたら、うん、あ、なんか3年進んでるみたいな、でもなんか日付的には1日しか進んでないみたいな、うん、みたいな、で、なんかちょっとなんか友達とか会ってみると、うん、おお、なんか今日、あ、1週間前に会ったねみたいな、うん、いや、1週間前は会ってないみたいな、うん、要はだから、その3年間空白の間、自分以外の誰かが動いていて、けど俺にはその3年間の記憶がない、こういう状況ってどうなるんだろうな俺みたいのを考えて、まあ、僕はそれを小説にするんですけど、これどうなんだろうみたいなところを考えて、まあ、その作るっていうのはこう小説になって、なるほどねっていうのをやってる時に、要はなんか自分じゃ体験できないじゃないですか、でもなんかどうなったら気になるんだろうって気になるじゃないですか、うん、っていうのをやってる時がすごい楽しいです。じゃあこう頭の中でこう妄想してるというか、うこう空想していて、まるまるだったらどうなるんだろうっていうのをこう考えてる最中が、うん、幸せを感じるっていうことなんです。そうなんですよ。でも、あの自分の頭だけで考えてるとディテールが出てこないんですよ、うんうんうん、小説を書いてると、やっぱりその例えば、うん、あの、あ、3年経ってるって気づいた瞬間を書いていたり、うんうん、あるいはその3年経ってる友達と偶然出会ったんだけど、こいつと俺はじゃあ、うん、あの結果6年会ってないみたいな、うんうんうん、6年の歳月が流れちゃってる、この時の心境俺どうなるんだろうみたいなのが、もうやっぱディティールとして書いていくんですよ、うんうんうん、そうするとパッて思った時だけよりも、よりこうなんか自分の中で細かくなっていくみたいなのが分かっていったりして楽しい。なんかどっちかっていうと、パッて思ったことを細かく砕いていく瞬間が面白かったりしますね、うん、細かく想像していく時なんだ。いや、なんか知らないんですよ、うんうん、俺はその時の気持ちを、うんうん、なんだけど、あの知っていくみたいな、うんうん、いや、書いていくってやっぱりなんかこう自分の知識を書いていくだけじゃなくて、知らないことも書いていくみたいなのがやっぱ面白いですね。そのディテール決めていくのって、湧いてくんの？あ、比較的湧いてきます。だから、あの大体1日、まあ、ずっと書いていくとか、朝起きて、あのお腹すくまで書いてるんですけど、ずっとぶっ通しで、でなんかこうこうしようじゃなくて、大体こうなるよねみたいな、バーって、で文章的には結構荒れてるんですけど、だから最終的に直さなきゃいけないんですけど、そうですね、なるほどね、こんな感じです。いやだから結構あの必要とされるとか、他者性みたいなのは結構皆無で、そうだね、事故の中にね、俺楽しいみたいな、俺楽しいみたいなパソコン立ち上げて、より細かく考える、ディテール考えてるみたいな、うん、いやでも、いやちょっと、でもなんか内から湧くものが表現できた時ってやっぱ面白いよね、面白いですね、面白いですね、内側にあるものが形になる時っていうのは、面白いと思ってね。じゃあ、ちょっとね、いや面白いね。ちょっと最後まで面白いわ。最後まで違う角度から来るね、思考服が。いや、ということで。
時間もあれなんでもう、まあ、なんかね、ヘルメ的にいろいろ聞いてどうなんですか今。ああ、ヘルメの中のちょっとなんか締めじゃないけど、ちょっとなんかいろんなね幸せの形というか瞬間を聞いた上で、結局ね、うん、忘年あっちにいてわちゃわちゃしてる人たちは、うん、あんまり聞けてないから。あ、本当？でもそれをやっぱずっと聞いてるヘルメにとって。結局その幸せの瞬間ってどういう共通点があったのかなとか、ね、うん、マジ、あのなんかちょっと最後ちゃんと締めてもらいたいなって、今年2015年ですから ね、 ね、うん、幸せの瞬間ね、何だろうね、時間が長いよこれ、これはちょっと待って、これはですね、これちょっと出せるけど時間がやばいよね。これ聞いちゃいけなかったかな。いやまあ率直になんかいろいろ聞いてヘルメが今感じてることだけでもよくて、なんかそれをちょっと返してもらいたいなっていう気持ちはちょっとあるかな。なんかまとめる必要もないし、なんか今いろいろ聞いた上で何かこう感じるところ、全部聞けてるから僕ら全部聞けてなくて、うんうん、そう、いやーでも、うん、一個一個、うん、なんかなんだろうな、これやっぱ聞いちゃダメだった、なんだろうな、なんか、まあ、終わってもいいですよ、す、あ、うん、すみません、ちょっと、うん、ちょっとじゃあ年明け話すかな。年明け、年明け宿題で、うん、ちょっと宿題ちょっと、でも、うん、まあでもいや、いろんな形があるよね、うん、もう、うん、その、うん、いろんな形がある、うん、いろんな形があるわ。はい、ということで幸せの形はいろんな形があると、うん、いろんな形がある、本当に、うん、素晴らしい、うん、なので自分の形をね捕まえに行くと、うん、よりいろんな形になると思うので、まあ年明けもそんな感じで頑張っていきましょうという形ですね。なるほど、はい、はい、あの長い間ですが、2015年もありがとうございました。45回もお付き合いいただきありがとうございます。また来年からも、よろしくお願いします。重大発表的なことはしなくていいですね。はい、あ、ありがとうございます。良いお年を。いやー、良いお年を。また来年もよろしくお願いします。お願いします。